プロペラはですね、この軸を挟んでこう上下するように作られて、でペダルの感覚はあの自転車と一緒ですね。自転車と違ってバックもできるというのが、まあ、大きな特徴になってますね。クローブのプロペラとペダルをつなぐのはこのまっすぐドライブシャフトになっているのでチェーンを使ってないです。チェーンはですね、まああの強力なものだったら大体大丈夫なんですけれども、まあちょっとあのちぎれてしまうという恐れがあるので、まあ、それに比べると非常に、頑丈なものになってますね。分かりやすいようにちょっとゆっくり回してみますね。前漕ぎですね。前漕ぎをした場合はこのようにプロペラがこの回転で回っていくんですね。今度バックもできるんですね。これが大きな利点ですね。ゆっくり回ってます。これが何が、すごい素晴らしいかというと、例えば風が後ろから吹いてるときバックをゆっくりしてあげるとこの場所で止まることができるんですね。なので、根の上にカヤックを置いて、アンカーな普通はアンカーなどで止めるんですけれども、アンカーなどを使わずとも足の操作でこの場所でとどまって、ジギングですとか、例えばアオリイカ、真下を狙うような釣り、根魚とかですね、あのそういう釣りがですね、非常に有利に展開できるというのが、メリットです。柔らかい素材できてます。非常に柔軟性のある素材できているので、意外にパリンと内外衝突して割れたりすることもないので、強度的にもすごい安心できますね。ソールとそのドライブシャフトをつなぐここのところなんですけれども、緩んでくることがあります、はい、なので、会場でもし緩んできてしまったら大変なので、一応ここに、まあ、前もって締めとけば大丈夫なんですけれども、六角レンチで締めるような形になってますので、8mm、径は 8mm、 8mm の六角レンチはタックルボックスとかに必ず入れておいてください。足元の先にですね、このへっこみがあります、はい、ここにですね、この棒を置いてあげます、はい、それでこのプロペラをですね、ちょうど中央ぐらいセットしてあげて、でここに黒いボタンがあるので、これを押して支えてあげます。こちらが青元ですね。はい、こんな感じです。でもうこれで海に出れる準備ができちゃうんですけれども、でプロペラの落とし方、三浦とかその伊豆みたいなずっとすぐ水深があるところではもうプロペラつけたまま出底できるんですけど、サンバーズみたいな干潟の場合はですね、少しパドルで少し出てから、少し水深があるところでペラを落とします。でもパドルはもうこれいらないのでしまっちゃいます。でペラなんですけど、ちゃんと中央に位置が来てるか確認してこれを開けます、はい、もう水中見えてます。これぐらいの水深あれば十分いけますね。でそのままですね、ペラを縦にしてこのように入れ込みます。ペラの後ろをロックします。はい、これで、完璧です。でここの蓋を閉めてあげて準備万端ですね。気持ちいいですね。干潟に出てきました。両手フリーです。面白いですこれ。アトラクションです。アトラクション。2秒に1回ぐらいのペースですかね。1、2で1回転させるぐらいで十分進んでいきます。これ以上早く漕ぐと、体力も消耗しますし、ちょっとですねこう空転するような感じになってしまうので、しっかりこう水をかませながらこれぐらいのトルクで漕いでいくといいです。右に旋回します。左に旋回します。これでまっすぐ。今から右に舵を切っていきます。ラダーを最大限右に舵を切っていきます。これぐらい小回り。今、このカヤックの
中心にぐるぐる回ってそうです。ブレーキしたい場合、少しバックを入れてあげれば。このまま後ろに漕ぎ続けると速くなる。バックを滑る形になる。これでバック。バックしてます。これでバックでも舵を切れば速くは曲がっていきます。ですね、今ですね、後ろから潮を受けてだんだん前に流されてるんですね。で、流されながら釣りするのももちろんいいんですけど、ちょっとこの位置でやりたいという時はこのようにちょっとバックを入れながら釣りをすると、ゆっくりバックするとその場でホバリングできます。停止できますね。これも便利です、すごく。ですね、今これ魚かかってます。魚かかってる間もちょっと誘導して、今ちょっとバックを入れて、魚をあげます。こういうこともできますね。楽しい。超楽しいです、この乗り物。すごいな、なんか釣れます、しかも。はい、ちょっとありがとう。はい、ちょっと足漕ぎのメリットを生かしてバックしながらテンションかけます。面白いです。いいサイズだね。いいサイズ上がってきました。うわー、大きい。また悪い顔したやつ出てきましたね。来ました。うらうらもう拳入っちゃいますね。80いったかと思ったんでしたが、7パチでした。何回測っても7パチ。顔だけ見たら絶対80アップなんだけどね、これね。よいしょ。よし、ありがとう。完全にフィットネス効果ありますね、これは。今日一日でなんかカロリーだいぶ消費した気がします。たまにはいいですね、足を使うのも。健康にもいいですよ、きっと。腰に負担が来ないようにシートの方になって、全然今日一日こいでも足、腰全然痛くなりません。いいですね、ペダルラダー。楽しいです、すごい楽しいです。チャリ好きにはもってこいでしょう。街乗りの、あのチャリンコすごい今流行ってるんで、海乗りのチャリンコっていうのもあってもいいと思いますね。海で、チャリと同じ動きでツーリングもできちゃうし、釣りもできちゃうと。安定感も抜群と。ちょっとスピードは、最高速度はあのマジ漕ぎの14フィートの速さとかにはちょっとかなわないですけども、ゆったりと漕いでる、14フィートの速さと9と大体一緒ぐらいは出ますね。これはもう安定性を取ってるんでしょうがないですね。なんで、ないだ日にゆっくりツーリングがてら釣りをしたりするには最高の船だと思います。いいね、気持ちいいですね、すごく。